ピザーラランキング1位当てたら食べるまでーす。イエーイ、あっちそっちおっちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。はい、今回はですね、ランキングで1位から10位まで用意したんですけれど、はい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 、はい、まあ、こちら今までやってきた通り1位を当てたら食べれないんですけど、当てなければどれでも好きなもの食べられる。なるほど。今回はりっちゃんやっちゃんやっちゃんやってます。あー、なるほどなるほどね。順番結構あれ大切だからね。今まで結構最後の人が当たっちゃってるってなったからね。はい、OK、じゃあ私からいきましょうか。はい、まず結構冬のっていうのが多いよね。本当だね。だからナウなランキングの可能性が。そうだね、確かに。だけどそれがキャンペーンが1位に来るか、売り上げいくか、この2つが狙い目だなと思うんだよね。どっちかというとこっちのさ、耳までの方が癖が強い。マニアックだよね。こいつ、はい、9位ぐらい、冬の極うま耳までコーター、9位だと思います。じゃじゃん、5位。5位、結構高くない？やっぱり冬のランキングがやっぱ高いのかもね。あー、なるほどね。クオーター系結構人気なのかね。ちょっといや、だってお得じゃない。俺単品派だからさ、もう本当に。え、俺一つの味で十分だから。変わってるから。だから女子の方がいろいろ食べたいってあるからね。そういうことだよね。ってことでもう決まってます、僕。あ、はい、この冬のキャンペーンクォーター。あー、まあ確かにね、冬だから、ね、冬つながりでね。今も見たからね、入ってるものとかも考えた方がいいよ。そうそう、1位はない。じゃないよ、それ。6位ぐらいかな。はい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 、がせーの、ドン。おっ、チーズみたいな、チーズがすごいたっぷり。三つ星って書いてあるしね。これかな。でも俺単品のシーフード気になる。単品でシーフード、シーフード結構頼まない。頼まない。でもこれが1位だったから、やっぱクォーターが人気なのかなって思った。照り焼きかなって思う。あ、じゃあ一斉に行ってみる。せーの、じゃじゃん。あ、やっぱ2位だ。あー、6位だ。あ、やっぱ単品じゃないんだ。クォーター人気なんだ。やべえな、クォーターすごい。だからこれ、あ、じゃあシーフード行ってみよう。シーフード、え、3位ぐらいじゃない？じゃん。おお、ほんとだ。でもシーフード絶対頼むもん、これ。やばいやばい、一応待って。イタリアーナは、イタリアーナの7位とか。じゃあ7位、4かな、4、8位、じゃん、10位。あ、それが10位なんだ。やっぱ単品だとやっぱそうなのね。で、じゃあこいつが3位、4位。クォーターめっちゃ人気あって1位、2位、4位。はい、ということで1位以外は食べましょう。やばいやばい。で、このシーフード酔ってます。シーフードめっちゃ好き。あはははははは、最悪なんだけど。やば、いや、やばいだろうね、うん、ちょっと俺もクォーター系考えてみようかね。クォーター2枚にすれば大体収まるよね、うん、で俺ってさ、ピザだけに限らないんだけどさ、うん、もう本当に慣れたものしか食べれないんだよ、うん、だからクォーターって結構怖いんだよ、うん、確かにね。本当に前から4つのうち1個は、うん、これなんだろうっていうの入ってるもんね。そう、うん、だからなんかちょっと怖いんだよ、うん。店とか行ってもさ、同じものしか頼まないし俺。あー、そうなのね。なんか挑戦ちょっと勇気いるよね。なんだこれ。はい、ということで皆さんね、こちらの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。ボンボン TV が7つの滞在の次回予告後に出ることになりました。イエーイ。テレビアニメ新シリーズ7つの滞在戒めの復活は MBS TBS 系全国ネットアニメサタデー630で毎週土曜日朝6時半から放送中です。7つの滞在は毎週水曜日発売の週刊少年マガジンで漫画も連載中で、原作コミックも最新第29巻まで絶賛発売中です。そしてなんと映画も2018年の夏に公開されるので、すごい、早く見たいですね。皆さんも7つの滞在ぜひ見てねー。